いくよ、うん、落ちた、ヘロワンと、はい、今回はですね、こちら日焼けちゃった日焼けしちゃっただったコアラの街バニラシェイク冷やしても美味しいでございます、はい、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 日焼けしちゃったって35周年だって、うん、年下だね。ママの年上だね。うん、先輩や先輩。先輩やの、ね。コアラ先輩って言うかな。コアラ先輩。コアラ先輩で。ねえ。ねえ、後輩。てか、はい、何気にトッポが混じってるんだね、それ。うん。だね。知らなかった。トッポ。トッポじゃないかもしれん。うん、ヤシの木の木上だけ取ってんだかもしれんし。明らかにやん。はいね、トッポだね。ね、これトッポ書いてあるのなんでだろうね。どんなコアラがいたのかな。これ懐かしいコアラ紹介カード付き。へえ、なんかついてんだって。うん。サーフボードはどこ？左と同じサーフボードさん探せって。左と同じ？探してって。あ、これと一緒ってこと？うん、探してって。もう見つけたよ。見つけた？言っちゃダメだよ、うん、答え。うん、一瞬で見つけたわ。あ、ほんとに、うん、マジか。はい、あ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 、えー、あ、いたいたよ。いたってあったじゃなくて、いたいたよ。はい、トッポもいたよ。マーチ君とトッポ、ノッポトッポちゃんが一緒に遊んでるよ。へえー、だって、うん、かわいいね、トッポ。コアラの街もかわいいけど、コアラちゃんもね。はい、マーチ君って言うんだ、これ。へえー、かわいいね。ね、うん、うん、ね、食べたい。うん。じゃあ食べていきましょう。開けていきます。カード付きだってよ。何のカード、何だっけ。懐かしいコアラ紹介カードだって。ん、終わった。はい、こんな感じですね。これがそうなのかな。35年の間に活躍したコアラを紹介、いろんなコアラがいたんだねって書いてある。何それ、わかんない。イエーイって書いてある。かわいい。僕は何も入ってないもん。やっぱそれだね。うん。うん、はい。これ全部のあれに入っててほしいね。コアラの街にね。このカード。そんなことない。ん？全部のあれって全部。うん。どのもうこの35周年以降のやつには全部入っててほしいねって。そうじゃない。そんな感じしね。うん。まあいいや。食べていきましょう。入ったよ。入ってない。何が入ってるでしょ。トッポンが入ってる。嘘つけ。はい。なんだろう、これ浮き輪つけてんのかな。ヤシの木を巻いてるのはどっちだろう。なんか持ってる。うん。何かな、これ。わかんないけど、なんかコアラのマーチの色が、うん、これもちょっと濃いね、うん、そうだね。日焼けしちゃったって書いてあるから、そういうことなんだろうね、うん、これも焼けちゃったんだね。うん、なんかよくわかんない柄の。何？
予感って書いてあるじゃん。なんで予感なんだろう。予感、うん、なんでだろうね。はい、今度はビーチプール、あ、プール、うん、ビニールプールだった。あ、ビニールプール、はい、です。水鉄砲持ってるね。うん、あ、水鉄砲なんそれ。うん、水鉄砲持ってるよ。じゃあビニールプールじゃないか。うん、はい。スイカ、うん、スイカ。これは何だろう、何持ってるんだろう、よくわからない。バレーボール、ビーチバレーのバレーボールかな。え、違う、これ編み物してるじゃん。あ、そうなの。編み物してるじゃないか。マフラー編んでるっぽくない。マジか。なんでこれキャンドルなんだろう。コーヒーの上にキャンドルが乗ってる。ん？何？コーヒーの上にキャンドル？うん、それっぽい。キャンドル焚いてるだけじゃないの？なの？え、どう見たらあれなのこれ。カップに見えない？マンカップに。まあいいや、次行きましょう。これなんかマイク持ってない？これマイク、なんでマイクなんだろう。近いじゃん。歌ってるんじゃない。歌ってんの、わかんない。相手自転車なんだ。ん、バイスコ。うん、これは何。これは何？何？これは何？え？かわいい。ベビーコアラだ。かわいいね。こんなのもあったんだ。みたいだね。ね。はい。で、次、はい、どうぞ。はい。鳥取って書いてある。なんで鳥取？なんで？砂丘？砂丘じゃないでしょう。あ、今度こそ俺バレーボールかな。どうよ。本当だ。うん。ビーチバレーだね。うん。グラサンしてるよ。これは何だろう。宇宙飛行士かな。ん？本当だ。バラ？ん？バラかなこれ。バラだな、トゲついてるっぽいし。バラですね。ん？本当だね、バラですね。頭にもついてるよ。うん、これはなんだろう。なんか着てないか。え？なんだろうこれ。なんか持ってるけど。占いしてるのかな。わかんない。わかんないね。わかんない。わかんない。はい。よいしょ。これ何？占い師。占い師かも。うん。水晶あるわ。で、なんか長いの着てる。うん、どうも。あ、これは小学生だね。一年生っぽいね。これ昔ながらのやつなんだろうね。ね、年間通しのやつかな、うん。どうぞ。このコアラ当てるの面白いね。うん、はい、ドラマーのコアラがいる。テニスかな。テニスっぽい。うん、テニスだね。うん、うん、これソフトボールかな。え、
ソフトクリームじゃないかな。ソフトクリームだってことね。はい、次どうでしょう。はい、あ、これかわいい、クリオネこれかな、わかんない、クリオネっぽかったけど、うん、なんだろうこれ、わかんない。本当だ、わかんない、うん、王様かな、帽子かぶってるけど、うん、わからん、はい、あ、本当だ、王様だね。いっぱいあるね、まあ、とりあえずあれだね、食べましょうか、バニラシェイク、うん、はい、はい、入れてってください。うん、めちゃった、じゃあ一ついただきます。あ、転がった、なんだろう、バニラシェイクなの、バニラの味がするよね、うん、で、あれかも、この周りのさ、うん、ビスケットというか、うん、あれがちょっと、うん、なんていうの、ほろ苦さがあるよね、いつものさ、あのコアラのマーチと違って、ん、そう、わかんない俺、え、ちょっと何、なんかわかんない。そう。うん。うん。でもバニラ甘いね。うん。ね。うん。うん、あ、パッケージも絵描いてあったんですよね、うん、うん、いろんないっぱいいる、かわいい、うん、あ、真ん中マトリョーシカがあるかわいい、うん、ね、おはよう、起きてよ、うん、起きたわ、食べる、大丈夫？食べる？食べる。はい、こし。次の寝ちゃうの。はい、どうぞ。もう一個だけ食べようかな。ろうそくつけてる。うん。ろうそくつけてる。はい。美味しい？うん、美味しいか。もう編集できんよ、もういいわ、編集してまうわ。はい、まあこんな感じでございますね。日焼けでしちゃったコアラのマーチバニラシェイク味でございました。どうでしたか？うん、美味しかったよ。美味しかった、うん、美味しかった、うん、コシ君も美味しかったし、あ、でも後から来たかも、ニガさんが、うん、うん、座りたい定位置なの、そこはみたいだね、ん、食べるの、まあこのまま、ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
バイバイ、また見てね。バイバーイ。